こんにちは、お疲れ様です、3回目の、講義を担当する阿部誠と言います。私は経済学部でもですね、経営専攻というところに属していまして、経営を担当しているわけですね。で、会社にはいろいろな組織があります。経営戦略、製品開発、人事、財務。しかしマーケティングっていうのは顧客と会社のインターフェースを担う、唯一の部署ということで、非常に会社には重要な、部署です。日産のゴーン社長がですね、先日東大に来まして、日本の、技術力は素晴らしいと、しかしマーケティングはうまくできていないっていうのを、ちょっと印象に残っています。で、私の、授業を担当しているのはマーケティングなんですけれども、研究のエリアというのはマーケティングサイエンスという分野です。どういうものかというとですね、ちょっと定義を書いてみました。マーケティングに関するマネジリアルな意思決定の発想を豊かにすると同時に、その精度を上げるために客観的なデータと論理に基づいて市場を捉えるための基本的な考え方や具体的方法を探求するものというふうにあります。ここでのキーワードは客観的なという言葉なんですね。で、これは単にデータとか論理を使えば客観的になるということじゃなくて、意外と解釈の時点でも客観性を失ってしまうことが多いということがあります。今日はですね、マーケティング統計の例を使いながらですね、この客観的な判断をするのがいかに難しいかというお話をちょっとしたいと思います。まずちょっとこの絵を見ていただきたいと思います。各辺により公平に座れるテーブルはどちらでしょうと、一応4辺あるんでですね、4人で座るというふうに考えてください。ちょっと皆さんに聞いてみましょうか。左の方がより公平に座れると思う人、ちょっと手を挙げていただけますか。右のテーブルだと思う人、ちょっと手を挙げてください。はい、ありがとうございます。8-2 とか7-3ぐらいで、右のテーブルでしたけれども、こういうのは引っ掛け問題でお分かりかもしれませんけれども、実はこれ同じなんですね。縦と横の長さの割合は同じです。ただ定規などを使わない限りはそれが分かりません。じゃあもう一個いってみましょう。ここは、動く歩道ですね。右の人物は左の人物より大きいですか。これです。イエスと、つまり右の方が左より大きいと思う人、ちょっと手を挙げてみてください。右の人物は左の人物より大きくない、ノーという人、手を挙げてみてください。右の方が大きいって判断している方が多いんですけど、これもですね、遠近法で書かれていますけれども、実際に定規を使って測るとですね、この3人の人間というのはみんな同じ長さになっています。ただどうしても右の方が大きく見えますね。それではですね、次にビデオをお見せします。よく見てください。意外と画像が質が悪いのです、よく見ないと分かりませんけれども、白のチームが何回パスをしたかというのを、見ていただきたいと思います。どうですか。13人が正解です。その時に何か変なの見ませんでしたか。クマがですね、ムーンウォークをしていたというのが映っていたはずなんです。確認してみてください。出てきました。去っていきます、ムーンウォークで。こう探してないのっていうのはどうしても頭から離れてしまう。これは一応ロンドンのですね、自転車に注意という広告に出ているものですけれども、そういうものがあります。今お見せしたような3つの事例、トリックアート2つと今のビデオですね、こういうものを認知錯誤というふうに言います。これはですね、脳と知覚というのが相互作用をしている結果出ています。つまりトリックアートの例で言うと、脳が
意識に知覚を、影響を与えてしまって、遠近法だからそっちにあるのは小さく見えるはずだという判断で間違った解釈をする。ビデオの例だと、知覚をされていても注意を払わないと脳に入ってこない、こういうことなんですね。で、人間の情報処理能力というのにはやはり限界があると、全て、ビデオに映っているのを認識することは難しいということで、一般的に人間というのは、ここにあるように、時間や資源を節約するために、効率よく意思決定を行うための単純化された方略というのを使います。そういうのをヒューリスティックというふうに一般的に言います。で、このヒューリスティックを用いるとですね、必ずしも最適な判断には至らないんですけれども、通常はある程度満足できるレベルの判断につながるというふうに予期されて、このヒューリスティックというのを用いるんです。しかし状況によっては大きな間違いやバイアスを引き起こす可能性があります。例えば最初のトリックアートでも、定規を使って正確に測れば、これは同じ大きさだというのは分かるんですけれども、別に間違ってもそんなリスクの大きい問題ではないということで、この勘弁的な判断をしてしまうということなんですね。で、今日はですね、このどういうようなヒューリスティックを人間は用いるのか、それによってどのような間違いが起きてしまうのかというのをですね、マーケティングと統計に絡めて事例を交えてご紹介したいというふうに思っております。まずはこの問題を皆さんに考えてみてください。アメリカの死亡原因です。1990年から2000年の間のアメリカでの死亡原因について、死亡者数が多い順番にランク付けしてください。タバコ、粗末な食事および運動不足、自動車事故、銃器、ピストルとかガンですね、違法薬物の摂取。次にそれぞれの死亡原因による年間の平均死亡者数を推定してください。なかなかデータをしないと難しいと思うので勘でよろしいのでですね、この5つの原因のうちどれが一番、人数が多いかというのだけちょっと考えてみてください。ちょっと皆さんに聞いてみようと思います。タバコが一番多いと、死因原因として多いと思う人、ちょっと手を挙げてください。粗末な食事および運動不足、自動車事故、銃器、ピストルですね、違法薬物の摂取、意外とみんな大差なくてですね、意外と知ってるのかななんて気もしますけれども、答えはですね、実はここに並べている順番に、人数が減っていくと、これが回答ですね。タバコ、粗末な食事および運動不足は実は43万人年間40万人以上死んでいると。意外なのは車社会であるアメリカ、あるいはピストルとか銃器、麻薬が氾濫している、死亡人数はかなり低くなっています。これは意外じゃなかったのかなと思います。で、これはなぜかというと、やはりこのアメリカの典型的、特に日本と違うことがで、こういう車とか、銃器、麻薬で人が死んだりするとマスコミが非常にこうニュースでメディアで報道されると、それが非常に鮮明に記憶に残っていて、そこから人数も多いはずだというふうにヒューリスティックスで判断してしまうんですね。こういうヒューリスティックスのことを利用可能性ヒューリスティックと言います。つまり早期が容易な事例は発生しやすい、頻度が高いというふうに判断してしまうんですね。で、この記憶に鮮明な新しい事例とか個人的に経験した事例っていうのがやはり想起されやすい。そうすると先ほどのアメリカの死亡原因のようになってしまう。馴染みのあるものは頻度が高いというヒューリスティックを使ってしまうと、こういう間違った判断をしてしまうということがあります。
で、これマーケティングの例ではどういうのがあるかと、企業はどういうふうにこのヒューリスティック、利用性、利用可能性ヒューリスティックを使っているかというと、広告が多いです。想起させやすくするために広告を打つ。そうするとそれは、まあ、売れてるんだろう、人気があるんだろう、じゃあ僕も買おうか、そういう気にさせるんですね。したがって例えばブランドロゴシンボルで目立つもの、コカ・コーラとかマクドナルド、みんな知ってますよね。でも広告をまだ流す、これを頭の中にいつもとどめさせておいて想起させやすくすると、で買ってほしいと。同様に今もなくブランド名を連呼するような CM なんかもあります。覚えやすいジングルとか音楽をコマーシャルの後につける、有名なタレントを出すことによって覚えてもらう、そういうような広告なんかで企業はこのヒューリスティックを、消費者のヒューリスティックを使っています。では次に2番目のヒューリスティックを紹介したいと思います。それは代表性ヒューリスティックというものです。これはどういうものかというと、見たものや典型例が全体を代表しているというふうに判断をしてしまうということですね。でこれによってやはりさまざまな勘違いとかバイアスを見ます。いくつかご紹介しようと思います。まずは事例で皆さんも考えてみてください。難病の検査です。あなたがこの難病にかかっている確率は1000分の1なので、あまり心配する必要はないと医者に言われました。でも心配なので精密検査を受けることにしました。この検査では難病にかかっていると90%の確率で陽性反応が出ます。ただし病気にかかっていなくても 5% の確率で陽性反応が出ます。まあ、つまり検査っていうのは 100% 正確ではない、ただかなり信頼度の高いものだと思います。結果は陽性でした。この難病にかかっている確率を以下から選択してください。0から20、ここ 20% 刻みで A から E まであります。これもとりあえず皆さんにまず聞いてみましょう。 A だと思う方、0から 20% だと思われる方、ちょっと手を挙げてみてください。はい、21から 40%、 41から 60%、 61から 80%、 81% から 100%、 まあ、私の解釈はどうですか。正解はですね、実は A なんですね。0から 20%、それもちゃんと計算するとですね、20とか 10% ではなくて 2% 以下の確率でこの難病を持ってる、陽性反応が出てもですよ、ということなんです。一応ちょっと解説しておきます。どういうふうにしてこの数字が出たかですね。まず検査を受ける前には1000分の1の確率でこの難病を持ってるということはですね、まあ、1000人検査を受けた場合に、まあ、期待値では1人がこの難病を持っています。ということは残りの999人は難病を持ってないんですけれども、 5% の確率で陽性反応が出てしまう。つまり50人ぐらいは、病気を持ってなくても陽性反応が出てしまう。で1人の真の患者は 90% の確率で陽性反応ということで 0.9 人。つまり陽性反応が出る人間っていうのはこの合計50人、難病を持っていない50人、難病を持っている 0.9 人の合計なんですね。でその中で実際に難病の人ということでこの下の式のようになって 1.8% ということになります。だからまあそれほど、陽性が出たからって慌てる必要はないということで、こういうのはですね、基準比率の無視、つまりもともとの難病にかかっている確率が1000分の1だということをあまり考慮しないとそういう判断に至ってしまうんですね。でこういう基準率をうまく客観的に取り入れる手法が統計的にはベイズ統計と言われており、いろいろな今のインターネットの、技術なんかにも応用されております。それでは次の事例をちょっと見てみましょう。これはですね、病院の男女比ということです。毎日病院で、病院 A では45人、病院 B では15人の新生児が生まれます。男女比は約 50%、
男女半々ですが、実際の比率は日によって変わります。1年間で男児の比率が 60% を超えた日が多いのは2つの病院のどちらでしょうか。 A か B か同じかですね。ちょっとこれも聞いてみましょう。病院 A だと思う方手を挙げてください。少ないですね。病院 B だと思う方どうでしょう。さっきよりも多いですね。どちらの病院も同じ程度だという方は手を挙げてみてください。圧倒的に多いですね、 C が。こちらの方ですね、答えはですね、病院 B、 小さい方の病院になります。これはですね、サンプルサイズの無視と、つまり病院 A、 大きい病院は45人、小さい病院は15人。小さい病院だとですね、変動が大きく見えてしまうんですね。ちょっと直感的に考えるために、このコイン投げ、全く同じ、さっきの赤ん坊の例と同じですけれども、言葉を言い換えてちょっと提示してみますね。コインを繰り返し投げた時に表の回数が 60% を超える確率っていうのはどうかと。例えば3回投げた時を考えてみると、まあその時表が 60% を超えるということは、表が3回出るか表が2回出るかですね。するとこの確率っていうのは2分の1になります。コインを10回投げた場合はどうか。その時に表が 60% を超えるということは、7回以上表が出なきゃいけないということですね。でこれを計算するとですね、 17% に減ります。そしてここにあるように、もし300回投げてですね、 60% 表が超える、つまり1801回以上表が出る確率はというとですね、100万分の1回しかないんですね。つまりこういう場合には、サンプル数が多いと、そういう稀な状況っていうのが、集計をするとなくなってくるということになります。これサンプルサイズの無視ということです。でこれマーケティングの例は何か一生懸命考えたんですけど、まあ、テレビなんかの番組でですね、健康食品とかダイエット効果があるかどうかとか、よくやっておりますね。納豆で DHA のレベルが上がったかっていうのを5人とか10人ぐらいで検証しています。まあテレビ局は分かってると思うんですけど、分かりやすいためにでしょうけど、このぐらいのサンプルサイズですと、偶然ですね DHA のレベルが上がっちゃうっていうのは 2,3 人いてもおかしくないんですね。こういうのがマーケティング例として、サンプルサイズの無視が考えられます。それでは次にまた違う問題をちょっと考えてみましょう。コイン投げの例です。コインを6回投げた時に、以下の結果の中で出る確率が一番低いものはどれでしょうか。 A 表裏表表裏表、 B 表表表裏裏裏、 C表表表表表ですね。ちょっと聞いてみましょうか。一番確率の低いものですね。A だと思う方手を挙げてください。少ないですね。B だと思う方はどうでしょうか。あまりいないですね。C だという方はどうでしょうか。半分以上というか7割ぐらいの方ですね。はい。答えはですね、全て同じなんですね。全て同じ確率で起きると。こういう、これも代表性ヒューリスティックを使った結果なんです。こういうものを確率の誤認知というふうに言います。これはなかなかちょっと、説明難しいんで、あまり詳しくはしませんけれども、こういうことのためにですね、いろいろな、間違った、まあ、解釈をが一般的な通説となっているものがあるので、ちょっと例を挙げてみます。確率の誤認知で出てくる間違いということで、ギャンブラーの錯誤というのがあります。これはですね、まあ、例えばルーレットなんかで赤が5回続いたと、そろそろ黒が出てもいいはずだと言って多額のお金を黒にかけちゃうと。しかしですね、これ赤と黒は毎回独立で半々の確率で出るんでね、こういうことはないんですね。一つ笑い話として、このロト6があります。ある人がですね、
毎日ロト6にチャレンジして同じ番号をかけていたと。で、念願の1000万円をある日当てました。で、翌日からですね、やはりまたロト6を続けたんですけど、翌日から番号を変えました。で、その人の理由としては、また同じ番号が当たるはずはないと、ね、そういう、解釈なんですね。当たろうが当たらないが、また当たる確率は同じなんですね。はい。からもう一つの、通説というのは、ホットハンドという言葉があります。これは、ホットハンドは熱い手ということですけど、火がついた、乗ってるスポーツ選手なんかの描写によく使われます。これもですね、ただ単に、連続して運が良くて入ったと、ちょっと夢を、皆さんの夢を壊すようではあるんですけれども、のがそうなんですね。実際に統計学者がですね、アメリカのバスケットボールチームのシュートが入るか入らないかというののパターンを分析した結果、入る、外すというのはですね、完全にランダムであるということを論文にまで出しました。ただですね、これを聞いた、知ったですね、ボストンセルティックスという、ボストンの、有名チームの名監督がですね、そんなこと言ったやつは誰だと、どんな学者さんか知らんが俺は信じないねと、というふうに言い放ったそうで、いかにこの確率の誤認知を是正するのは難しいかということは分かると思います。人間というのはですね、このようにランダムパターンからですね、存在しない規則性を生み出してしまうという傾向があります。何らかを見つける原因とか、そういうのを見つけるのが好きなんですね。例えば心霊写真なんていうのも、そのいい例じゃないかというふうに思います。だいぶちょっと疲れていたかもしれませんけど、もう一つ例をいきましょう。車線変更の例をいきます。渋滞している幅広い高速道路で、各車線で1分間に追い越された車の台数は以下でした。各車線で次の1分間に追い越される車の台数を予測してください。5つの車線があって、プラス5っていうのは5台抜かされたと、マイナス4っていうのは4台抜かした、マイナス12は12台抜かしたというふうに考えてください。一般的にですね、どの車線で走っていても最終的な目的地に着く時間というのはそんな変わらないんです。つまり抜く抜かれるというのはほとんどランダムなパターンなんですね。そうするとですね、このマイナス12というのに12台も抜かした、こういうラッキーなことは次の時にはですね、アンラッキーになる可能性もある。めったに12台抜かせるようなことはなかった。だから抜かされた時は次の1分間抜くことが多いし、抜いた時は次の1分間抜かされることが多いですね。こういう現象をですね、平均への回帰というふうに言います。毎回ランダムに発生する現象では、極端な結果は時間とともに平均値に回帰する。ここでの平均値というのは、車線変更の場合はゼロですね。抜く抜かれるなんでゼロということで、ゼロの間で上下してランダムに起きるということなんです。ただこれもやはり、これを理解しないとですね、いろいろと面白いことわざが出てきます。2年目のジンクス、新人の野球選手なんか、今まで過去に30年間になかったようないい成績を収めたと、ということでメディアなんかに取り上げられると。しかし2年目は大体ダメになってしまう。それはやっぱりチヤホヤされたからだとか、いろいろな説明があります。それも人間っていうのは、実はこれランダムなパターンで2年目っていうのは落ちてしまうんですね。つまり1年目にそれだけ素晴らしい成績を残したというのは本人の才能もありますけれども、運が非常に良かったから過去30年間誰もやらなかったようなことができたということも加わっています。そうするとその運が2年目にないという可能性は大きいですね。そうすると必然的に成績が下がってしまうんですけれども、そういうようなないパターンを理由付けする人間、浮かれているとかいうふうに解釈をしてしまうんですね。同様の例、新人の野球選手じゃなくて、それを企業に加えてみても変えてもいいし、投資信託ファンドに変えてもいいと思うんですけど、同じようなことが言えます、一つですね、ここで、この平均への回帰というのは非常に難しい、理解するのは難しい現象なんですけど、これを知らないためにですね、教育現場でこういうような誤解が、
生じています。叱るという効果が過大評価されて、褒めるという効果が過小評価されています。これはどういうことかというとですね、まず、たまたまですね、その人の運が悪くてですね、試験のテストが悪かったと。そうすると、次回にはそこまで運が悪くない可能性があるんですね。だから叱ろうと叱らないと、次回はそこまで極端に悪い成績にはならない可能性が高いんです。しかしそれを叱ったことによる、メリットだとね、叱ったのが効いたんだっていうふうに解釈して、叱るは過大を評価される。同様にですね、褒めるの方ですね、これも、本人の才能もあります。しかし運が良くて成績が良いということもあると、次の時は、本人の才能はあっても運はそこまでつかないかもしれない。しかし褒めた、だから褒めても褒めなくても2回目の成績は下がってしまう可能性もあるんですね。しかしそこで、褒めたことによって有頂天になって成績は悪くなったということで過小評価をする。部活とかしごきとかありますけれどもですね、だから経験則で言うとですね、こういうふうになっちゃうんですけれども、実際に客観的な統計の現象を見るとですね、ちょっと叱るが過大評価され、褒めるが過小評価されている傾向はあるというふうに考えられます。次の間違いですね、リンダ。これはリンダはアメリカの典型的な名前でですね、アメリカの研究者、心理学者が出した例なので、ちょっとそのまま引用させていただきます。リンダは31歳、独身女性です。外交的で大変聡明です。専攻は哲学でした。学生時代には差別や社会主義の問題に強い関心を持っていました。また反核運動に参加したこともあります。リンダの現在の姿を予想して、可能性が高い順に以下をランク付けしてください。小学生の先生である、書店員でヨガの教室に通っている、フェミニスト運動の活動家である、精神医学のソーシャルワーカーである、ユース女性有権者同盟の会員である、銀行員である、保険の外交員である、銀行員でフェミニスト運動の活動家でもある。こういう質問をですね、アメリカの学生に聞いて、ランク付けをしてもらった結果、この中で特に面白いのは、このリンダというのが、差別とか社会正義の運動に出ているということで、フェミニスト関連が高く上がってくるということは予期されていました。で、出てきた結果ですね、その中でこのフェミニストに関係するのを抽出しますと、こうなりました。平均的な回答者のランキングの順番です。この3つだけで絞ると、一番高かった、可能性が高いと言われたのがこのフェミニスト運動の活動家である。次に銀行員でフェミニスト運動の活動家でもある。一番可能性が低いというのは銀行員である。こういうふうになりました。なんかおかしいでしょう。そうです、銀行員というのはフェミニスト運動の活動家とフェミニスト運動の非活動家両方を含めているわけですね。こうやってベン図で書けばわかると思うんですけど、パッと見て先ほどのリンダの描写から、フェミニスト運動なんかやってそうだなというとですね、この H の方が F よりも典型的に見えてしまう。連合っていうふうに言ってるのは、これは銀行員とフェミニスト運動の活動家ということですけども、こちらの方がよりリンダの典型ダイヤルに見えてしまう。ただの銀行員じゃないんだと。しかし確率的に、理論的にそれは正しくないですね。こういうのを連言錯誤というふうに言います。で、これもやはり代表性、つまりステレオタイプとの類似性、このリンダの描写の類似性というのが確率で置き換えられてしまっているんですね。今までの、全て代表性ヒューリスティックに基づく間違いをちょっともう一回まとめてみますとですね、見たものや典型例が全体を代表しているということを使うことによってですね、さまざまなバイアス、今紹介したようなものが生まれているということになります。じゃあ最後のヒューリスティックは何かということですけど、その前にですね、
ちょっと例をまた、だいぶ難しい例が続いたのです。簡単な例ですね。どう読みますかと、まあ ABC でしょうね。はい、じゃあこれはどうでしょうか。変ですね。12、13、14ですね、普通は。そう、つまりですね、前後の文脈からこの真ん中の B か13かよく分かんないんですけど、もうほとんど疑いもなくこれだというふうに解釈してしまう。ただ一つの解釈しか頭に浮かばずに、他の可能性の存在に気づかずに判断してしまうというのがあります。これは確証ヒューリスティックというものです。人はですね、一般に否定よりも肯定したがる傾向にあります。疑念はあまり持たないのですね。オレオレ詐欺なんていうのもちょっとその例かななんて今思いましたけども、自分の信念を肯定する証拠は意図的に探すんです。しかし反証の追加探索っていうのは気遅れして、たとえ提示されてもですね、反証を容易には安易には受け入れないという傾向があります。自分が否定されているような心になってしまうと、そういうのも一つの例だ、理由かもしれません、ね、つまり分かったつもりというのがこの確証ヒューリスティックです。ちょっと図でこれを分かりやすく解説するとですね、例えば信念で赤ワインというのはコレステロール値を下げるという、こういう信念があったとします。仮説ですね、心の中にある仮説として考えてください。そうするとですね、赤ワインを飲んでいてコレステロール値が低い人だけを見てそういうふうに判断する傾向が多い。でも実際にはこの 2×2 の、テーブルのですね、残りの3つ、例えば赤ワインを飲んでいてもコレステロール値が高い人、あるいはコレステロール値が高い人は本当にワインを飲んでいないのか、残りの3つのセルも本当は検証しなきゃいけないんですけれども、黄色いのが入ってきた時点でこの信念は正しいというふうに判断をしてしまうんですね。ではですね、この確証ヒューリスティックを使ってですね、どのような間違いが起きるかというのをいくつか紹介したいというふうに思います。まずはハロー効果、日本語だと誤光効果というふうに言います。ハローというのはこのこんにちはのハローじゃないです、スペルが違います。 HALO 効果、これはどういうことかというと、人物や状況の評価の場において、ある側面を高く評価すると、知らない側面まで高く評価して全体を判断してしまう傾向になるんですね。例えばルックスのいい政治家、おそらく能力も高いだろう、性格もいいだろうというふうに判断してしまう。面白いコメディアン、私生活でも性格もいいし面白いだろうし思いやりもあるんだろうな。業績の良い企業というのは全てに対して正しいことをしているんだろう、脱税なんかしてないよなと、そういうふうに判断してしまうことなんですね。これもヒューリスティックスから出るバイアスの一つで、要は白黒のはっきりした単純な世界をこしらえて意思決定を簡潔にしています。これを使ったマーケティングの例でブランド拡張というものがあります。例えばですね、エレクトロニクスの分野だとソニーというのは非常にイメージもいいし性能もいい製品がいっぱいあります。しかし金融業、損害保険などではソニーはまだ無名ですね。ただソニー損保とかソニー銀行というものを出すことによって、ソニーのハロー効果によっておそらく金融損害保険も優れたものであろうというふうに判断をする。こういうのをブランド拡張というふうに言います。いい悪いはないです、言ってませんよということです。一つ面白い実験があります。原子力発電の問題が今問題になっているんでですね、ちょっと紹介したいと思います。ハロー効果でですね、さまざまな現代技術に対する好き嫌いとそれに関するメリットリスクを列挙してもらいました。現代技術ということで原子力発電とか自家用車とか、そういうものです。そうするとですね、その結果ですね、好きだと、メリットが非常にあると、その技術のメリットが非常にあってリスクは少ないという結果が出ました。同様に嫌いだとメリットがほとんどない、だけどリスクは大きいと、
まあ、例えばだから原子力発電嫌いだと、ね、メリットは全然ないよ、リスクばっかり多いというふうになる。でこれ自体は特に、まあ、それほど驚きではないんですね。ただこの後ですね、技術の好感度を上げる情報を与えるんですね、提示するんです。一つのグループにはですね、その情報がですね、メリットが高いと、原発のメリットが非常に高いよというような情報を与えると、そうするとですね、その人っていうのはリスクまで低く評価してしまう。メリットとリスクっていうのは全く違うもんですね。メリットは電気料金が安くなるとか、輸入で石油が CO2 が減らせる。リスクっていうのは放射能とかですね。でも一個が良くてリスクまで低く評価する。同様にリスクが低い情報を与えるとですね、メリットまで自動的に高くなってしまう。これもハロー効果の典型例なんです。つまりそれについてどう考えるか、メリットとかリスクとか個々に考えないで、自分はそれが好きかということに置き換えて全体を判断してしまうというのがハロー効果です。もう一つ、後知恵バイアスというのがあります。これも確証ヒューリスティックから出てくるものです。これはまあ簡単に言えば、そうなるのは分かっていたんだと、ね、皆さんも言ったことがあるかもしれない。私もたまにやります。一つは道案内の、まあ、例ですけど、まあ、車を運転してて、妻が横に座っていると。で交差点に来て道がよく分かんないんで、妻に右と左どっち行くんだって言って、右じゃないのって言うんで、右に行くと。10分経っても目的地が見えない。で地図を確認すると案の定左に曲がるべきだったんですね、交差点を。でもそこで、そうなるのは左で曲がるっていうのは分かってたんだよなっていうふうに言うと、ここで険悪に喧嘩になっちゃうんですね、はい。でこれはどういうことかというとですね、ある出来事の結果を知ってしまうと、それが起きる前にそうなったであろう可能性を思い起こすとき、結果に引っ張られて記憶が歪められてしまうんですね。まあ、これはいろんな評論家がよく使いますよね。後からだから株が上がったとか原子力の事故が起きたとかっていうのは非常にたやすいんです、ね、はい。それ以上は特に言いません、はい。最後、この確証ヒューリスティックから起きるのの最後の効果、バイアス、アンカー効果というものです。人は何らかの数値を予測するときに利用可能な情報、こういうものをアンカーと言いますけれども、から始めて少しずつ調整することによって見積もります。しかしこの調整が不十分な場合には、まあ、バイアスが生じてしまう。でこの情報アンカーがですね、先に与えられたような刺激の場合、こういうのをプライミングというふうに呼びます。この情報アンカーが文脈の流れ、まあ、先ほどの ABC とか12、13、14も文脈ですけれども、そういうような、アンカーの場合にもはフレーミングというふうに言われたりします。まあマーケティングでこういうのがどういう例かというと、まあ価格交渉ですね。市場なんかで価格交渉をするときに、最初に売り手が吹っかけてくる価格が非常に高いと、どうしても調整が不十分に終わって最後に購買した価格も高めに終わってしまう。あるいはオークションなんかで、まあ、非常に高い希望落札価格が書かれていると、間違っているのは分かっているんだけれども、それに無意識に引きずられるということが多々あります。ここでですね、アンカー効果を使って寿司屋の例をちょっと、考えてみましょう。お寿司屋さんが、いてですね、梅と、竹と梅と2つのラインナップがあります。今売上が半々になってます。 50%50% です。ここでですね、寿司屋の店主は売上を導入するために新製品を出そうというふうに考えました。このアンカー効果を使ってどういう新製品を出せばいいんだろう。一つにはですね、この松というのを出すというのはあります。この表にあるようにですね、導入前には竹と梅というのが 50% ずつでした。そこに松という非常に高くて、しかし質もいい商品を出すことによってですね、
こう3つ松竹梅とある。すると人間というのは極端を避けるという傾向があります。一番高いのはちょっと罪悪感があるし、でも一番安いのは辛いよなと、じゃあ無難な真ん中にしとこうかということでですね、松はそれほど売れなくてもですね、実は竹と梅の比率がかなり変わる可能性があります。ということで竹、少し高価な方、梅よりも高いのが売れるということで売り上げアップになるということですね。もう一つの新製品の対策としてはですね、竹プラスというのを出すということがあります。この竹プラスは何かというとですね、竹と同じ品質なんですね。このグラフを見ていただきたい。縦軸は品質、横軸は価格になっています。竹と梅で品質と価格でこのようになっているんだけど、竹プラスといって竹と同じ品質でさらに値段が高いものを出す。まあ普通の消費者だったら全く同じ品質で値段が高いと誰も買わないんで、例えば容器を豪華にするとか期間限定とかラベルをつけると、そういうのが竹プラスというふうに考えてください。するとですね、この竹の梅に対する弱点というのは値段が高いということですね。梅に比べると、それが竹プラスというのが出てきた途端にですね、その弱みというのが和らいでくるんですね。あ、もっと高いのがあるんじゃないかということで、梅と竹が半々だったのに竹を買う人が増える。で、竹プラスを買う人はまあほとんどいません。でもまあ、だからおとり商品というふうに考えていただいて結構です。対策し、次のは何かというと梅プラスを出すですね。同じ軸にですね、この梅プラスはどういうのかというと、梅と同じ品質なんだけど値段が竹ぐらいにすると、こういう商品です。こちらもおとり商品です。まあ品質は同じでも全く同じ商品だとバレちゃうので、入れ物がゴージャスになっているとかですね、期間限定とつけて梅プラスとして出すと。するとですね、竹の高品質の強みっていうのがですね、あ、梅プラスと同じ値段なのに竹の方が全然品質がいいなと引き立てられるんですね。よって梅と竹が半々だったのに竹がより買われると、こういう形になります。これら3つっていうのは全てアンカー効果を狙った竹の売上増加法です。以上ですね、今日はまず人間っていうのは情報処理能力が限られているので、まあ、簡便法を使うよということで、この3つの簡便法、ヒューリスティックというのを紹介しました。理由可能性ヒューリスティック、馴染みがあるものは頻度が高いというふうに誤って判断してしまう。代表性ヒューリスティック、これは見たものや典型例が全体を代表している。特にこれは統計に関連した、まあ、概念ですね。統計を使わないことによる、ヒューリスティックと。で、この基準比率やサンプルサイズを無視する、確率の誤認知、平均やの回帰、連言錯誤、このような間違いを起こしてしまう。で、最後に確証ヒューリスティック、これは分かったつもりですね。で、これにはどういう、まあ、バイアスがあったかというと、ハロー効果とか後知恵バイアス、安価効果、まあ、このようなものがあります。ではまとめということで、まあ、多くの場合にヒューリスティックは低資源、余り資源、能力、時間を使わずにですね、労力を使わずに短時間に満足レベルの意思決定を下す役には立ちます。で、人間はですね、昔から生きていった中でとっさに判断をしないと猛獣とかに食べられるとか、そういうような時代もあったわけなので、本能的にそういうものは備わってて、それが必要だったということもあります。ただこの状況によってはヒューリスティックというのは間違った判断をもたらすということがあります。そして代表性ヒューリスティックに見られたように、人は特に統計的な直感に欠けてしまう。おそらく統計的な直感というのは昔は必要なかった、原始時代にはということもあると思うんですけれども、そういうふうになっています。以上は、まあ、ここは参考文献ということで、もし興味があるような方は読んでいただきたいというふうに思います。
じゃあこういうヒューリスティック間違いをしないためにはどうすればいいのかということですね。まあ、必要であれば安易にヒューリスティックに頼らないということが一番です。トリックアートの場合は逆にヒューリスティックに頼った方が面白いと思うんですけれども、まあ、それが人生の重大な決断を変えるような時にはですね、ちゃんと定規を出して長さを測ってみるというようなことが必要だというふうに考えています。まあ、今回の講義はですね、一消費者あるいは一経営者一研究者としてですね、より客観的な意思決定の役に立てば幸いだというふうに考えています。ご清聴ありがとうございました。